3度目、14期土曜スタバンです。お願いします。好きなアーティストは、そうですね、米津さんが好きですね。猫派です。よろしくお願いします。はい、共同教育学部、英語専攻2年の井出遥香です。好きなアーティストは、最近はよくやっぱり韓国アイドルをよく聴くので、BTS だったりとか、セブンティーンだったりとかをよく聴きます。前まで猫派を名乗っていたんですが、最近友達の犬の影響で犬派になりそうです。よろしくお願いします。はい、同じく共同教育学部の、技術専攻、テクノロジーの方の技術専攻の総合文化です。好きなアーティストは真ん中の人と被るんですけど、米津さんが好きでアルバム全部持ってます。犬派か猫派はちょっと決められないですね。動物はみんな好きです。よろしくお願いします。医学部2年の表川健太です。好きなアーティストは、最近はよく、生き物係の曲をよく聴きます。犬と猫は、どっちもそんなに好きじゃないんですけど、どっちかっていうと、犬の方がマシかなって思います。よろしくお願いします。こんな10人というの答えが出ると思わなかった。犬と猫答えるだけなんですね。よかった、すごいね。じゃあ、ということで、ぜひ、せかけてください。お願いします。はい。じゃあ、よろしいですか。いきますか、じゃあ。じゃあ、曲紹介お願いします。はい。愛さんのストーリーを歌いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。限られた時
しくてらしい。